バッチリ。そう、寝る準備バッチし。みんな寝る準備しました？オッケー。ピコちゃん。待って、これさ、カズニーさんじゃない？違う？ 線香花火、ありがとう。ありがとう。今日の配信ではどんなことしたの？お絵描きしました。この裏にも実は絵描いてるんですけど、見せられないです。絵ですね。ジョニーさん、ハートありがとう。あ、さっきの配信中を見ながらお風呂入ってました。嬉しい。お風呂中にも見てくれるんですね。ありがとう。サウナはもうお風呂にも入って髪の毛も乾かしました。ギリギリ間に合った。そう、間に合った。待って、ピン持ってくればよかった。一緒に皆さんこのイベント頑張りましょう。今日の配信のラストに、明日の日程言いますね。ドライヤー配信でもよかったのにってしようかと思ったけど、ちょっとイベント中なのでチキンになっちゃいました。サーモンかわいい、ありがとう。あ、そう、定型文だよね。そう、定型文に入れてみました。新しく。なんか賑やかになったね、背景最高。アンパンマンパワーだわ。みんなは今何してますか？そういえば九州雨大丈夫かなって。ね、今んとこは大丈夫ですよ、私は。でもそう、なんかなんだっけ、西日本、あ、違う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 、日本海側がそう大変みたいで、宮崎は太平洋側なので、そうね、来週までにはもっとにぎやかにしていきたいですね。折り紙折ったりしたらにぎやかになりそう。明日の配信は後で言いますね。一枠目は朝やりたいなって思ってます。そう。さっきまで雷？大阪？関西？すご。気をつけてね。怖いよね、雷って。テオネオちゃん、キラキラありがとう。皆さん、星投げとカウントよろしくお願いします。寝る前に星投げとカウントしてください。タルコさん、レインボースターありがとう。嬉しいよ。わさっぴさん、ありがとう。ハート、ありがとう。ダレレレンランラン。お風呂間に合うか心配やった、めっちゃ。そう、1時間半しかなかったので、そう、髪の毛をちゃんと乾かせるか不安だったんですけど、意外といけました。10分前ぐらいにギリギリ、10分15分前ぐらいにギリギリ終わりました。テッパチ見て遅れた？あ、テッパチさ、まだやりよるやろ。10時から11時とかくらいよね。そんな時間かかるんだって。なんかね、髪の毛乾かす時間結構かかるんですよね。そう、髪の毛乾かすの
に時間かかりますね。あとなんか髪の毛ね、私タオルオフしてから乾かす派なので、そうびしょびしょのまんま乾かしに入ったら私の場合何十分もかかると思うので、そういつもタオルでちょっとだけオフしてから乾かすので、そう結構かかる、ここまでになるまで。そう急いでね、そう乾かしてもね髪傷んじゃうからさ。そうなのよ。そうでもちゃんと乾きました、この通り乾きました。ピコちゃん、線香花火ありがとう。嬉しい。蚊取り線香と間違えそう。何回言ってもそう。あ、そうだ、メール送ったよ、みんな。今日は3件送りました、3通。皆さん届きましたかね。あ、そうだ、体温送んないと。ねえ、みんなさ、みんなの体温どんぐらい？ どうでもいい質問しちゃった。みんなって体温いつもどれぐらいですか？36.6くらい。おお。36.6って高いね。平熱高い？ 36.1？ まあ、ちょうどいいぐらい。36.6って高いね。みんなは？待って、わさっぴさん高っ。36.8、もうすぐ熱じゃん。すごいね。でも日本人って体温高いんかな？高いっていうね。36.3ぐらい。あ、ちょうどいいわ。お店ではもっと高く出る。すごい。お店で逆に高く出ちゃうんですか？35.0。ああ、わかる。あ、高めだよね。36.8って高い。6.3ちょうどいいわ。子供の頃のあだ名で遊ばれてみたかったから遊んでみた。なんだ。あと331日があったから分かったよ。ピコちゃんって呼ばれよったと？なんで、どっからピコちゃん？篠太郎めっちゃ低いね。あ、テッパチ見てた。遅れたね。さの35度台な気が。35度台ですよ。へえ。待って、平熱37度。37度はもう熱。すごい、でも平熱が37度の方いるっちゃね。でもさ、平熱37度ってさ、何度ぐらいから体きつく感じると、逆に。私は平熱35度台なので、から36.3くらいの間なので、あれだね、もう37度出るともうめっちゃ辛いです。飛行機さん、やっほー、元気？36.8。夜は37。熱？ 熱？トメさん、やっほー。飲食店で入店を断られたことある。もうそうだよね、今の時期37度って。待って、39.5度超えたら辛いかもって。
めっちゃ面白いやん。ちょっと待って 39.5 だ。みんな辛いって、飛行機さん。飛行機さん、本気でそれ言ってる。でもさ、すごい3、2週目終わった、ありがとう。42度出してから高熱に強くなった。そういうこと？じゃあさ、飛行機さんさ、38.8度とかきつくないと？私もう37度からめっちゃきつい。てかさ、待って、42度も熱出ることあるっちゃ。待って、びっくりした。そこにまず42度ってさ、もう何の温度ってぐらい暑いね。40ぐらいまでしか聞いたことない。平熱高いとお店入る前に無駄にドキドキ。そうだよね。宿泊行事で37超えてたから、呼び出しは大丈夫みたいな。大変、死にかけたってこと？いや、それさ、42度って何よりも暑いよ。お風呂、そうね、42度、そうだわ。42度ってさ、冬のお風呂の温度じゃない？冬？冬の私のお風呂の温度だ。42度は。そう、毎日体温報告しないといけないんですよ。そう、アプリで。何よりも暑くない でも、冬のお風呂でも42度以上で入ることめったにないよ。めっちゃ寒かったら、43度上げたりするけど、43にしたりするけど、大体42度だわ、冬のお風呂は。そう、夏は今は37度です、お風呂。めっちゃ暑いね。42度よく耐えたよ。すごすぎる。テオネオちゃん、キラキラありがとう。暑い。42度初めて聞いた、びっくり。いつもね、お店とかで測ると30、お店とか空港でさ、空港勝手に測られるんですよ、画面で。あれ、いつも35.5とか。でも、ブーゲンビリア空港は36.1とか出たりするけど。そう、お風呂で42度ってやけどする。お冬よ、冬。待って、35度、すごいね、冷たいね。パクチーさん、レインボースターありがとう。確かに正確さ知りたいね。確かに確かに。なんかさ、お店とかでもさ、最近手首で測ったりとか、手のひらで測ったり、いろいろあるやん。おでことか、どこが正解やっちゃろうね。どの部位で測ったら一番正解やっちゃろうね。なんか舞台の時は手のひらだった。手のひらでなんか測る機会あった。けど手首で測るとこ多かったりするじゃん。手首、おでこ最近なんか少ないよね。朝起きてすぐ37度、暑っ、暑いね。お店の体温最近高いと思ったら夏。そうだよ、そうだよ。あきゅうさん、花火ありがとう。そう、手のひらで測ったりするとこあるよね。飛行機さん、レインボースターありがとう。そう、なんかピッて、そう、体温正常ですとか言われるよね。
ところもあるよね。すぐに出るやつは誤差あるらしい。でもさ、すぐ出るくない？どこも結構。りゅうちゃんハートありがとう。みんなどこで測りますか？いつもどこで測りますかって言ってもお店によって違うか、ね、お店によって違うよね。最近お店でも測るとこ多いじゃないですか。なんか最近ね、あれだよ、なんかお洋服屋さんとかもなんか入る前に、化粧品屋さんとかもう入る前になんか測ったりするとこ多いがね。なんかさ、飲食店もか、飲食店もだね、測るよね。なんか機械で測るとこもあれば、店員さんがピッてやるとこもある。うん、アキーさんハートありがとう。脇で測るのが一番正確か。飛行機さん結婚してってありがとう。脇の下が一番正常？正確？職場で毎日測る。測るよね、そりゃ。飲食店とか測りますよね、なんか手首で。飲食店は手首が多い気がする。それか、あのあれ、モニター。うん、会社の体温計いつも 36.4 って書いてある。確かに合ってるのか。確かに毎回お一緒やったら心配になるね。まさとさんおはようございます。おはよう。こうちゃんレインボースターありがとう。50カウント完了ありがとう。まー、あ、ちゃんお星様ありがとう。体温計難しいね。今さ、なんか30秒とか20秒で測れるやつ多いよね。なんか前のさ、体温計はさ、結構なんか何分かやって測れるみたいな多かったけど、最近数秒で測れるよね。ボックレンパサランさんキラキラありがとう。手首とかで測るのは室温も影響。難しい。アッキーさん僕らパサランさんキラキラありがとう。難しいな。コロナ中に体温計の電池切れて終わった。嘘、そんなことある？丸くて平べったいやつ、待って、丸くて平べったいやつ、丸くて平べったいやつ、どういう体温計それ？どこで測るよ。でもコロナ中に電池切れるって、なんかさ、あんまりさ電池切れるイメージないからすごいね。15年ぶらいぶりぐらいに切れたってめっちゃ面白い。タイミング悪すぎる。病院で測るとき高く出たら嫌やなって緊張する。確かに確かに、病院の入り口とか緊張するね。しかもさ、なんかさ最近さ気温も高いやん。だからなんか外をいっぱい歩いた後になんか測ったりするところとか、移動後に測ったりするとめっちゃ緊張する。なんか絶対今37度あるわとか思いながらやっても、35.5 じゃんみたいなとか 36.1 やんみたいなことあるからびっくりする。ねえ、
まあドキドキしちゃうよね。だってさ、なんか前みたいに普通の熱って感じじゃないじゃん。ね、怖いよね。体温測るとき最近ドキドキするわ。うん。血圧は病院だと高く出がち。あ、血圧？血圧か。血圧ね。血圧さ、今まで全然測ることなかったけどさ、最近の病院って血圧測るの好きなのかな。血圧めっちゃ測る気がする、病院行くと。血圧測ってく、そこで血圧測ってきてくださいとか言われるよね。うん。1月めっちゃ暑かった日に病院入り口でブザーなった、面白い。怖いね、でも。そうだね、気をつけるようになるよね。定期的に測る、まあそっか。病院行くと測るよね、なんか。なんかさ、今まで内科とかで測ったことなかったの、ずっと。けど、なんか最近測りますよね。血圧めっちゃ低い。凍らした、凍らした、何ね、凍らしたの、あ、氷ね。手術室のお姉さん可愛かったで、よかったね。頑張れるね、手術。うん、うん、6位、6位、6位ありがとうございます、嬉しい。最近のそうね、病院血圧測るの好きじゃない？好きだよね多分。なんで測るんやろ。血圧ってなんか大事なのかな。だってさ、今までそんな測ってくださいなんて言われたことなかったよ。血圧いつも測りますか、病院で。測ってって言われません、最近。そう、こんばんは。それはソラノンが大人になったから。待って待って、それ関係ある？アッキーさん、だるまさんありがとう。嘘、だってさ、今まで本当に言われたことなかったよ、血圧測ってきてくださいなんて。うん、多分病院の方針が変わったんですよ。それか病院によって違うかね、なんだろうね。うん、あ、血圧病院行ったら診察前に絶対測る。あ、やっぱり？やっぱ流行ってんのかな。いや、流行ってるとかじゃないね、そういう病院。うん、子供は血圧測る、あ、確かに。ちっちゃい子こうやってやってるイメージないね、確かに。え、みんな血圧測ってる、みんな、みんな、その病院は。でも前に行ってた病院は全然測ったことなかった。病院変わってからっていうか、なんか新しい病院に行ったら測るようになってました。測るのかな、その病院が。うん、血圧サラノちゃん低めなんです。うん、みんな血圧どれぐらい。
ちゃ下がんない？そうね、血圧にこだわりあるんじゃない？ 血圧。待って詳しすぎて笑った。140の90。え、待って、高くない？めっちゃ高くない？低すぎますって言われる。でも高いよりいいんじゃない？ 130の85。待って、高いね、みんな。120の75。あー、でもちょうどいいのかな。90の40がめっちゃ低い、びっくり。血圧で引っかかったことない。すごい、ワサッピさんすごい。80から130、幅広い。血圧を語る配信。待って、やめて、そんなこと言うの。へえ。でもなんか前に聞いたら、なんか115がちょうどいいって聞きました。そう、何？アオキーさん来た。嘘、どこ？わあ、アオキーさん、すごい。アオキーさん、こんにちは。いや、こんばんは。すごい、嬉しい。ありがとうございます。血圧。そう、なんかね、115がちょうどいいって聞いたよ。両親は2人とも毎日血圧測って、健康、偉いね、偉い。115、夢のような数字。まあ、確か、夢？なんで夢なの？ 90 よくない？ダメ、90って。90ってダメなのかな。90ダメなら私もダメだね。血圧配信してないです。 みんな面白すぎる。ダメなの？ダメなんだ。こんばんは。ハートありがとう、ひでりんごさん。血圧計持ってるの？でも血圧計お家にあるよ。でも全然測りませんよ、私はね。上90は低すぎ。低いっちゃう。私90代とか89とか90なんちゃらとかだよ。面白い。ダメなんですね。なんか低い方がいいって思ってたけどさ、まあ高いより良くない？高いよりきっといいよ。うちはいろいろな薬がある、大変。前髪流し可愛い。本当？そう、あとね、2ヶ月伸ばしたらいいって、何？メイクさんにエイトの日の時に言われたから、今伸ばしてる。そう、あと2ヶ月伸ばしたら2センチ伸びるらしいから。そう、なんかね、流し前髪がやりたいのよ今。低いのも高いのも嫌だ。高いよりいいよね、絶対。
すぎるのも引っかかる。え、低くても引っかかるの？なんで？あ、分かった。貧血。1ヶ月もしたら切ってるんだろうけどね。また言われた。いや、そうやってファンの方に言われるので、私は、はい、伸ばします、ちゃんと。今回はいつも切っちゃうからね。カラスのかっこさん、ハートありがとう。今髪の毛かっこいち長いのって。え、どっちの髪の毛？前髪？後ろ髪？え、1分ほどプラスで配信してるから2分ぐらい前に配信切れる。ありがとう。じゃあ28分ぐらいに終わるんですね。りゅうちゃん、ハートありがとう。筋トレしまくって何？健康診断受けると引っかかる。あ、引っかかりそう。それはおでこ出すと3割、前髪を出すと2割の女の子は可愛くなる。え、待って待ってめっちゃ面白いやん。待って、もう一回読む。これ面白い。おでこを出すと3割、前髪を流すと2割。あ、おでこを出すと3割可愛くなれるってことは、おでこを出してほしいってことですか？ぽくれんぱさらんさん、くまったわ、ありがとう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。あ、こいしょ。あ、そうだ、明日のスケジュール言わないといけないね。待って、ぽくれんぱさらんさん、ちょっと待って。ダメだよ、まだ行っちゃう。サーノンがお手紙書く。よし、ポクレンパザランさん、まだ寝ないでおくれ、お願いします。起きててください。おかしょ、よいしょ。ああくまさん、今日上手に描けるかって。描きます。あーあああ、どんな絵が描けるのでしょうか。やば、可愛くないかも。あー、なんかへんてこ。まあ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 、まあ、よし、黒曜さん、レインボースターありがとう。ぽくれんぱさらんさん、まだ起きてますか？ありがくまたわー。せーの、ありがとう。おやすみー。おやすみなさーい。ありがとう。テオネオタイさん、キラキラありがとう。皆さん、星投げとカウントよろしくお願いします。うん、そうなんですよね。何の話をしてたのかな、私は忘れた。あ、前髪だ。そう、前髪、私は頑張って伸ばすので、皆さん、切んないように応援してくださいね。でもね、最近すごい美容室に行きたいんですよ。
でも安心してください。前髪切らないので。おでこ出してる女の子好き？篠太郎好き？おでこ出してる女の子すっきりしてていいと思います。おお、あれ、トマさん好き？嬉しい。その子による。私は上げてるってどんな感じのこと？だから前髪上げてるのよ。そう、おでこ出してるってことよ。前髪上げてるの好きです。お、好きです。嬉しい。みんな最近さ、なんか前髪切っていいよとかいっぱい言ってくるけど、みんな好きって言ってくれるやん。優しいね。今日みんな素直？ごい、ありがとう。前髪がどうかってより、そういうのが好きやねん。ガチの告白された。ありがとう。飛行機は前髪が 待って、流しが4割可愛くなると申しております。おでこを上げるより前髪はあって流した方がいいってことね。シャーノン上げてても似合う？嬉しい。でもシャーノンすぐにドアにぶつかるから前髪下ろしてガードしていた方が、まあ、そうですね。まあシャーノンはこの通り、ここ怪我してるのでね、この間ホテルで。あ、じゃあ前髪はて流した方がいいってことね。そういうことね。じゃあ前髪は、じゃあさ、そういうことね。分かったわ。じゃあ私がやりたい前髪でいいってことね。前髪はあるから。前髪を横で止めたいんですよ。ちょっとイメージしてください。待って。イメージして。私は CA さんの前髪がしたいんですね。そう、 CA さんがよくやってる前髪、わかりますか？前髪はあるけど横で止めてるみたいな、想像してください。あれが好きかどうかを聞きたいんです、皆さんに。CA さんのよくやってる前髪って言ったら多分一番わかりやすいと思う。あ、そうそう、ペタッとしてる。そう、横に留めしまってる前髪、あれは好きですか？でもさ、 CA さん好きな方多いやん。 ねえ、違うから。違う、そういうんじゃないのよ。 めっちゃ面白い。 違う、春日さんじゃないのよ。CA さんってパッツンやったかな。で、まあ、いろんな CA さんいますけど、好きすぎる。お、嬉しい。嫌いな男性おるんかな、 CA さんって。確かに、もう世の中の男性全てが CA さん好きなような気がしてるんですけど、私は。どうですか？ああ、CA さんのコスプレは好きです。あ、コスプレ？ CA さんじゃなくて。お風呂上がりかなって感じの前髪ねって。CA さんの前髪？いや、ペタってしてるからね、それは。好き？おお。サードの前髪が完成したら CA さんのコスプレするの楽しみに待ってるって、めっちゃ面白い。 一応応援してくれてるね。サーノンかける CA さんなんて最高の化学反応。優しいね。優しいね。
CA さん好きでも嫌いでもない。わあ、好きでしょ、きっと。何？私はドジでノロマな亀です。もしもし、亀さんよ、じゃなくて。カラスのカーコさん、タコさんありがとう。アキさん、キラキラありがとう。サードの CA だったら飲み物いっぱいおかわりして無駄に呼ぶ。待って 超迷惑じゃん 超迷惑じゃん めっちゃ面白い。何？スチュワーデス物語。何？流行ったの？流行り？流行りか。待って、やばい、やばい、ついていけない。待って、どういうの？もしかめかと思っちゃったよ。の髪型は場合によっては年上に、じゃあ年相応に見えんってこと？そう、シーンさんの制服着てみたいのよ。そう、髪型とメイクもやってみたいし。そう。カナルカンのマサヤさんの口コミ、サーモン、ツイッターのインスタグラム、フォローミー、テレマカシー。そっかー。40年くらい前のドラマ？ まだ40年くらいのドラマってことは、私が生まれる20年くらい前ってことね。じゃあ分かんないよ。CA さんの制服着た空のめっちゃ見たい。嬉しい。着たいですね。そう、ちょっと濃いめのメイク。そう、まあでも航空会社によるけど。でもなんかさ、 CA さんのメイクってめちゃくちゃ、まあ当たり前やけどめっちゃ上手じゃないですかね。だって CA さんと向かい合わせの席になったら緊張するってかわいすぎん。ポニーテールの CA さんがいてもいいと思う。みんなお団子やもんね。確かに。確かに確かに。お団子ね。まあ前髪をね、とにかく。ポニテの CA さんいい？おお、いいね、確かに。確かにポニテの CA さんなんて見たことないよね。まあ多分それは、お客様にドリンクサービスとかするときに邪魔になるからですよ、きっと。そうだよね。CA さん前に座ってたら無限にウィンク送りますって。かわいい。かわいい。そうね、確かに飛行機に乗んないと分かんないよね。CA さん CA さん素敵。そう、でもなんか最近の CA さんって髪型もう結構いろいろあるじゃないですか。そう、前髪そのまま、普通の前髪の方もいらっしゃれば、きちんと留められてる CA さんもいますし、そう、ボブの方もいらっしゃるしね。だってツインの CA さん絶対おらんやろ、アイドルやん。そうね、それぞれの良さがありますよね、どこでもね。確かに両方乗る、素晴らしい。確かに。わあ、関節痛、大変。ゆっくり休んで。女性警察。女性警察ね。たまにいますよね。でもさ、それを言うとさ、
それを言うと、なんだっけ、女性のバスの運転手さんとか、なんかすごいなって私は思います。あと10分待って、早っ。あと10分、ありがとう。ミニス？何？ミニスカートってこと？ 絶対ないから 絶対おらんよ、 CA さんには。ピーチ、ピーチね、確かに。ピーチはどんな感じだろうね。あ、でも私一回乗ったことあるかも、普通に高校生ぐらいの時に。大阪に気に飛んでるんですよね。そう、ANA の CA さんのストライプ柄のエプロン。わあ、なるほど。シンガポール空港の CA さん。海外行ったことないな。看護師さん 弱ってる時、確かに天使に見れ、めっちゃ面白いね。そういう風に見てるんですね。めっちゃ面白い。なんか楽しいね、こういう会話。めっちゃ面白いわ。みんながどういう風に見えてるのかとかね、面白いね。可愛い CA さん見かけると、同性でもドキッてしてしまう。わかる。めっちゃわかる。めっちゃわかる。それこそこの間ドキッとしましたよ、私は。可愛すぎて。ね、あ、電車？なるほど、電車か。楽しい。またこういう会話しようね、みんな。ちょっと待って、明日の日程言わなきゃだよね。明日はね、迷うな。待ってね。明日は、かっこよく見える職業？かっこよく見える職業か。それはどういう職業ですか？男性？女性？どういう職業？男性 CA さん。あ、たまに男性 CA さんおるよね。調子の悪いファンがいたら、ナースのコスプレまで急に。めっちゃ面白いやん。かっこいい職業ですか？でも、パイロットさんとか、かっこいいって思いますね。でも、パイロットさんってさ、あんまり、あれですよね、運転するときは顔見えないじゃないですか。でも、なんか、たまにさ、空港とか歩いてるじゃん。そのなんか姿がかっこいいってなります。あ、これから操縦するんだみたいなさ そう、かっこいいなって思いますね。パイロットさんかっこいいって思う。あとなんかパイロットの、パイロット系のさ、なんていう航空系っていうかさ、パイロット系のドラマ見るのも好きやったから、そう 待って、めっちゃ面白い。パイロット目指すって今から めっちゃ面白いやん 目指してください、ぜひ ああ、救急病院、確かに。そう、空港でパイロットさんいるじゃないですか。パイロットのコスプレして空飲んでいる空港を歩こうと、めっちゃ面白い それ間違いなくかっこよく見えますね 飛行機降りた後、すごっ。コックピットに向かって一礼すると、
あ、いやちょっと明日貼ろうね。あ、縁起悪い。手振り返してくれるって優しい。パイロットになったらコックピットに入れてあげる。本当に言ってる？楽しみにしてるわ。確かにコードブルー見たら確かにかっこいいと思うよね。わかるわそれは。5分前ありがとう。明日の日程はまずは朝は捨て星。待って今日髪ちっちゃすぎたわ。今何時だ。あ、どうしよう。迷ってきちゃった。あ、なし、これはなし。あー、どうしようかな。どうだ。かっこいい、ありがとう。かずにさまちゃん、レインボースターありがとう。これでどうですか。待って、これ変更するかもしれないけど、今のところどうですか。久しぶりに来たらすごく綺麗になっててびっくりしてます。まさにと申しまして、え、嬉しい。え、待って、まさにさんめっちゃ久しぶりじゃないですか。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。待って、すごく綺麗になってるって言ってくれてるけど、私めっちゃすっぴんですよ。ありがとう。これどうですか。あ、ここ捨て星書いてないや。まあわかるかな。45分前です。どうですか。どうだろう、どうですか、いいと思いますか。どうですか、良さそうかな。こんな感じでいきたいと思います。待って、あと2分ぐらいでなりそうだよね。ランキング見ますね、とりあえず。バタバタ。13位は和田さん、13位はバンちゃん、12位はゆきひらさん、11位はわさっぺさん、10位はたるこさん、9位はこうちゃん、8位はひでりんご、アットマークサラノンがすかきくけこ、はい、7位はりゅうさん、6位はカラスのカッコアットマークルンバニアさん、5位は国陽さん、4位は飛行機さん、3位はカズ兄さん、2位はアキさん、1位は僕連パサランさんでした。ありがとうございます。はい、久しぶり、ありがとう。そう、こんな感じで皆さん明日はやっていきたいと思うので、皆さん明日も星投げとカウントよろしくお願いします。はい、それでは皆さんありがとうございました。せーの、そらのんじゃんけんじゃんけんぽい、チョッキです。待って、もう切れちゃうかもしんない。めちゃくちゃ早口でごめんなさい。皆さん今日もたくさん見てくださってありがとうございました。ありがとう、みんな。皆さんゆっくり休んで、また明日朝お会いしましょう。イエイ。それでは皆さん、おやすみなさーい。
ありがとう。おやすみ。切れるまで手を振りたいと思います。おやすみなさーい。みんなまたね。ありがとう。ありがとね。じゃんけん毎度できないの。流れでしたって。ありがとう、みんな。おやすみなさーい。ありがとう。切れないんですかね、これ意外と。終わんないね。終わんないね。3時間ありがとう、皆さん。切れない？これ。今日切れないのかな？ありがとう。朝まで手は振りません。みんなもいい夢見てね。ありがとう、おやすみ。イエイイエイ。まだ時間あるの？嘘。カラスのカッコさん、ハートありがとう。みんなおやすみ。切れそう、そろそろ。あ 指いっぱい見える？イェーイイェーイイェーイ。疲れてきたね、手。ありがとう。おやすみ。な、バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。ありゃ。まだかな？バイバーイ。一曲どうぞって面白い。